不思議な卵から不思議な生き物が生まれます。簡単な仕組みを使って作っています。不思議な卵ですから、自由な色、自由な線、自由な模様で描きましょう。卵の周りはタンポを使って色付けしました。タンポの詳しい作り方、使い方の動画もありますので、どうぞご覧ください。次に卵が割れる仕組みを作ります。卵の倍の大きさの紙を真ん中でぴったり合わせるようにして折ります。そうしたらこれを端に合わせて折ります。反対も折り返します。これで開く仕組みの出来上がりです。卵をだいたい真ん中で切ります。卵が割れていくような感じでジグザグに切りましょう。先ほど作った仕組みを横長に置いて、この部分に糊をつけます。鉛筆で印をつけると、糊をつけるところを間違えません。四角く糊をつけたら、端を合わせて卵を貼り付けます。こんな状態になっています。反対側も同じように、この部分に糊をつけます。糊をまっすぐ立てて、垂れないように気をつけてつけてください。今度は真ん中を合わせます。切ったところの模様がぴったり合うように合わせて、糊付けをします。こうすると、閉じた時に卵の割れ目がピタッと合います。不思議な生き物はくるりと開いて、内側の折り目より中に描きます。これより外はほとんど卵で隠れてしまいます。不思議な生き物を描こうと思ってもなかなか難しいと思います。知っている生き物を組み合わせていくと、割と簡単に描けます。体は恐竜、足は昆虫、舌はカメレオン。時々卵を折り返しながら、どんな風に見えるか確かめながら描いていきましょう。不思議な生き物ですから、どんな色や模様でも構いません。イメージに合わせてどんどん描き足していきましょう。開いた時、生き物がもっと目立つように卵に使ってない色を足してみました。口からは火を吹いているように、大きく赤く炎を付け足しました。目も大きくして、これで生き物の完成です。周りは卵と同じようにタンポで仕上げました。この卵からは火を吹くオレンジ竜が生まれました。もう一種類作ってみました。
こちらは三つ目です。頭が寂しかったので耳を大きくして、目が三つあるので鼻の穴も三つにしました。体は黒と赤のしましま、細い手足もつけてみました。書きにくいときには方向を変えて書きましょう。今度は三つ目のざわざわ虫が生まれました。皆さんも自分だけの不思議な卵や生き物を描いて、開いたり閉じたりして見せ合いましょう。